現実とは時にどんな物語よりも残酷で冷たくて容赦なく僕らを踏みつけるけど、でも現実とは時にどんな物語よりも美しく温かい、そのことを僕らは知っているから、僕ら今まさに歴史の教科書の上並ばいざ行こうどのページよりもさ、眩しいストーリーを、なぜなら僕には帰りたい明日があるから、僕にはまた会いたいあなたがいるから、僕には言えてないありがとうばかりで、また会えたその時は覚悟していてよ朝まで、今は泣かないよ泣く時は次会う時、それまでは止めとくよ涙袋に。一瞬でもないこの命を抱え、僕らは輝く術を探してる、でも計算違い晴天の霹靂ピンチの連打日々、それでも這い上がるスペックを持っている、僕ら目に見えない敵との最前線で、我らの子孫たちよ瞬きの一つもせず見とけ、是が非で僕には叶えたい明日があるから、僕にはまだなりたい自分がいるから、あなたがいる今日が何よりあなたと見てみたい景色で溢れてる僕の当たり前の日々が、今ではまるっきり違う色に見える、戻りたい明日があるから、僕にはまた会いたいあなたがいるから、僕には言えてないありがとうばかりで、また会えたその時は覚悟していてよ朝まで、何でもない日々が何の気楽すぎる、ことない僕がアクセクと生きてく、あの日々が来るまでは、その時が来るまでは、楽しみを何百個と書き溜めておくとしよう、それをパンパンに詰めて抱きしめる。